回はアトリエにある道具編ということで、ペンキについてです。ペンキ、ちょっと今からお見せしますよ。はい、このようにアトリエの棚にはたくさんペンキがあります。ほとんど宝塗料のものですやっぱりこうやって調色してもらえて自分の好きな量が買えるってすっごいありがたいんですよね。なかなかホームセンターにね、ホームセンター身近にあるんですけど好きな色がないので、という時はもう宝塗料に行っていろんな色、色見本から見て調色してもらってます。はい、これらが私の作品の大事な色になってますはい、以上アトリエにあるペンキのご紹介でした。ペンキについて何かご質問ある方は気軽にメッセージ送ってください。